問題1かっこに何を入れますか1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください 正解は2番です。朝何時に学校に行きますかと読みます。この2は行動などの時間を示しています。2 indicating the time of the action or event. 明日、喫茶店で友達と会いますとなりますので、正解は1番です。この「で」は場所を示しています。で、indicating the place of the action or event. 私は電車で学校に行きますとなりますので、正解は4番です。このでは方法を示しています。で indicating means or method 紙でおもちゃを作りました。なので、正解は4番です。この「で」は材料を示しています。で、Indicating Materials。帽子を 3000円で買いましたと読みますので正解は2番ですこの「で」は必要な金額や時間を示していますで indicating necessary money time etc to get something 台風で飛行機が止まっています。と読みますので、正解は1番。このでは原因を示しています。で、indicating cause。 みんなで昼ごはんを食べに行きましょうと読みますので正解は3番ですこのには行って来て戻って何々をするという表現になりますに is indicating go come return to do something 友達と走って学校に行きましたと読みますので正解は3番です。この「と」は「一緒に」という使い方をしています。と meaning together with アメリカから父が来ましたと読みますので、正解は4番です。このからは、場所、時間、材料など、〜何々からを示しています。から is from, place, time, made from, etc. 図書館は5時までですと読みますので正解は1番ですこのまでは場所や時間などに使いますまで is used as as far as or until 朝、9時までに教室に来なさい。なので、正解は4番です。このまでには、〜何々までにという使い方をします。までに is by or before. これは私の本です。と読みますので、正解は4番。こののは誰のものかを示しています。This no shows who it belongs to.In this case, my something. 鉛筆かペンで書いてくださいと読みますので正解は2番ですこの「か」は2つのうちどちらかということを示しています「か」is expressing a or b 彼は1週間に3回学校に行きますと読みますので正解は2番です。この2は時間や場所の範囲を示しています。This is indicating range of time or space etc. 私はサッカーが好きです。テニスも好きです。と読みますので、正解は1番です。このもは A と B の両方が〜何々という意味で使われています。ですも meaning also. 彼は日本語が上手ですと読みますので正解は1番です。このがは〜何々は〜何々がという形の文章で使われます。something-wa, s something o m e t h i n g が、structure 私は英語はできますが、日本語はできませんと読みますので、正解は1番です。この和は2つかそれ以上のものを比べるときに使います。This 和 is to compare t o or more things. サッカーとテニスのどっちが好きですかと読みますので、正解は3番です。このどっちは2つのうちのどちらかを聞くときに使います。どっち is used as which one? between the two. どんなスポーツが好きですかと読みますので正解は4番です。この「どんなは」はどのような種類のという使い方をしています。どんな What kind of? という使い方ですね。 アメリカから日本まではどれくらいかかりますかと読みますので正解は2番ですこの「どれくらい」は「どれくらいの時間がかかる」という意味で使われていますどれくらい最後まで見てくれてありがとうございます。 これからも一緒に勉強してくれる人はぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた。